どの家中年のお時間でございます。さあ始まりました。気持ちこもってましたね、はい、気持ちはこもってました。気持ちこもってましたから、もうやっぱ何かにこう中年っていうのは何かに憤りながら生きてるじゃないですか。いやもう今日も私ももう大阪来る時にも、大阪に来る、まあこう、もう大阪着くまでにも一度の嫌っちゅうのありましたからね。何いやもうびっくりしましたよ。僕の新幹線降りて今日朝来たんですけど、新幹線降りて同じ車両にいた人がもう21インチぐらいの MacBook こうやって持ってたんですよ、はい、で僕の前で歩いてて、ずっとこうやってこうでそのまま行くパティーンと思いながらこのまま降りて、であのもうみんなもうあれですよ、大丈夫みたいになりながらやってエスカレーターもこのまま行ったんですけど、たまたま僕の前にだからそうっつって何をそんなにと思ったら、もうなんかズームかなんかで通話してて、歩きながら、はい、で右側、まあ、大阪だから右側止まるじゃないですか、うん、で左側急いでる方が行くじゃないですか、うん、みんなその21の角をこう避けながらこうまあでかいっすからね、こう行って21ってまあまあこうなりながら、うん、こうやってでもこうやってやってるのもう見えるでしょうかって思いながら、うん、もうずーっと固くなに やめないんだ、はい、うん、もう何やっちゅうねんと思って、私確かにそれどないやっちゅうねんなんすか、私それどないやっちゅうねんなんどないやっちゅうねんなんすか、私思いましたよ、もうこれどれやっちゅうねんなんすか、やろうかと思って、あーズームの相手にね、はい、いや相手がいいでしょ、相手がいいね、その人じゃなくて、そうしかしたらその人もやめたかったけど、うん、やめらなかったかもしれない、まあ、深い話だったかもしれないですもんね、向こうがね、その人はその人でどないやっちゅうねんって思ってたって、なんで俺がどないやっちゅうねんっていうエスカレーターでどないやっちゅうねんって思ってたかもしれないよね。3回目なんですけど、はい、まあ、のこの番組のリーダー決めてやってって、はい、視聴者の皆さんに中年が喜ぶことをプレゼントするという企画でやってます、はい、うん、そうですね。また今回も高級コーヒー豆を皆さんにお届けするためにリーダーを決めていきたいと思うんですけど、はい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 、お店も変わりましたから、そうだね、はい、いただきましょう、新しい遊びで、あら昔懐かしい、ちっちゃいちっちゃい、これ入るんすか、これどうやって決めます、一番最初に叩き込んだ人がリーダーにします。いや叩き込むの俺は絶対無理です、叩き込めないと思うんだよ、リーダー中年リーダードゥッドゥドゥドゥえ嘘でしょ、ヒゲダンス的なこれマジで難しい、いや無理だと思う、どうしますリーダーのかけらもだから今のもいやだから やってくれていいよね、もうね、いやもういややれるでしょ、俺全然できんすよ、球回さないのみんな、あ回す、球回した方がいいんすよ、回す、はい、そうするとそのまま上に引き上げれば向き変わらないから、いやじゃあいいんじゃないですか、バシさんで剣玉が出てきただけで、うん、もうちょっと我々は無理ですねこれね、パチンコパチスロ以外に何ができるんですか、えどうですか、これだったら俺勝てるわ3人の中で一番だわっていう決めといてから、もう次それやりましょう、どっちか2人、あそういうことね、ゲームね、うん、ミニゲーム的なやつだ、ミニゲーム、うん、そうしないと僕がずっとリーダーになっちゃうじゃないですか、リーダーやっちゃうことになっちゃうじゃん、変わればしなくなると、はい、じゃあ基本じゃあ、店入ってみて、うん、この辺面白そうだなと思ったとこを選ぶんで、はい、わかりました、で、まあ、空いてたら3人で打ちましょう、はい、あわかりました、は入場抽選やるそうなんで、あともう1分ぐらいですか、ほんじゃコーヒー豆あげれるように頑張りましょう、はい、おいではどないやっちゅうねん第3戦目行ってまいります、はい行ってまいります、シーズンオブサマーですわ、いや本当ですよ、もうこれからジメジメっすよ、ストップザシーズンインザサン、ありがとうございます、リーダー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 、どこっすかどこっすか、どこ、どこ、おすごいこっちだ、あったあったあった、夏が来る、行くぞ、夏が来る、ドローンさせていただきます、行くぞ、あドローンさせていただきます、これみんなで忍び打ちましょうよ、あまあなかなかね並んでこれ打ってる機会ではないから、俺ほとんど打ったことないですよ、俺すごい好きなのよ、じゃあ間座んなよ、俺らでレクチャーするから、そうだね、間座んなよ、マジっすか、じゃあマリモさん年長だから角台いいっすよそれじゃあ各人ボーナスを引いて広角に入れてチャンス目を引くところまでやってください、はい、わかりました、かしこまりました、中押し、あ1ゲーム目から楓ちゃんスイカだ、中押しなら中押ししたらいい
中押しなら中押ししたらいいんですか。中押ししたいなら中押ししたらいい。ちゃんと教えてくださいよ。僕は陣押し派です。帰ってちょーん。スイカはチャンス目。スイカね。僕はもう陣押しであのクローバー狙いっすよ。クローバー。僕は中押しでピンク7狙いです、ね、どっちかっすね。あ、好きな方で、うん、好みです。了解です。ただ中押しするときに、はい、右を先に押しちゃうと、はい、チェリー の, あの、はい、強弱判別ができないから。あ、 AB のやつですか。そうだからチェリーの停止系出たら左から押してください。あ、中段これね、これこれ、はい、この時にこっちを押しちゃうと、ね、A でも B でも B の形取っちゃうんで。確かわかりました。そう、これが A ですね。順押ししてるとチェリーあの同時性確定チェリーとかは見抜ける。見抜けるって言うんです。あ、そうなんだ。リーチ目出るんです。やったことがないからな、あんまり。バーが揃うんですよ。それは楽しい。でしかもソロがなくても当たってる可能性ある、はい、ジャグラーみたいです。そうです、そうです、そうです。変なおじさん出たぜ。楽しいよな。やべ、チャンス目だ。おお、ワンチャンある。ボーナスサッチですけども、はい、まず一番最初に分かりやすいのは、白バーの上のチェリー、赤ナナの下のチェリーをまず中段に押して、ここまでしか落っこってこなかった場合はもうリプレイが揃わなかったら赤ビッピンクビッグなしです。はい、でここまで滑ったらそれベルです、押し順の。おー、はい、おーおーおおおで、ここまで育ったら次ピンクのベル、白あるじゃないですか、中リール、はいはい、で、その白を、それスイカオアチェリー、スイカオアチェリー、それスイカオアチェリー、うん、あとチャンス目、チャンスはスイカオアチェンス目、チェリー、あースイカで、こうやって押して、あ、これリプレイだわ。あ、あ、しかも俺リップだ。うわ、惜しい。これ俺リップ、あの押し順当たった時のリプレイなんですけど、しかも超高じゃん。超高中にチャンス目引いたら月光確定なんで。あ、ですよね、これもう初代から踏襲されてるやつですよね、はい、ボーナスいねえのかなってことは。ボーナスはガセか、何か、ね、また滑ったよ。お、あ、そうか、これもうとりあえず押し順ベルってことだ。ボーナスはいないの。まず中段に押して、でこうして、あ、これでもピンク頭がないで、あ、なんか引いたのやつ、あ、さっきのスイカですよ。え、スイカ、スイカピンクだったら、でピンクもあの蹴ったんで、多分青だとその下のチェリーを枠内でいいですか。あの中段に押すと中段、うん、はい、なし、ベルゲリでなし、もうない、なし、かー、ボーナスはいません。目押しが正しければボーナスはいません。意外とね、目押しね、正しくない。で、それ白、白が中段止まって外れだって全部して、あ、いないっすよ。これでもいない。いない、いない、いない。これで、はい、ピンク頭、青頭ともない。それピンク頭だけして。あ、もうない。あ、そういうことですね。了解しました。うん、まあダメなんでしょうね。うん、これ。これもし当たったら、あの、よっぽど目押し下手くそっすよ。よかった、うん、よかった、当たんなくて。分かりました。もうよかったことないでしょ。あー、すいません、乗り打ちっすよ。あー、いや、確かによかったことないです。すいません、申し訳ないです。撤回させてください。あー、熱い。あー、いや、これチャンス目ね。撤回させてください。チャンス目引いてんでしょ。え、それあれじゃないっすよ。あ、違う、定格中にチャンス目引いたんすよ。定格で行ったんじゃない。でもこれ負けて行くかな、あそこ定格で、潜入行くのかなり熱い。そうだね、あんまり、あんまないよね。これ今中左右って適当だったんですけど、うん、強いチェリーの方だと右どういう停止型なんですか。それはボーナスエガが止まったりする固まり、右リール中段に、うん、あ、了解です、ね、狙わなくても分かるよ。了解です。もう、もういいっす。あ、もう3人倒してる。これ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 。あー、了解っす。で、ここにバー狙って、バー揃ったらボーナスか。あ、これマジで当たってるかもしれない。揃わなかった場合はもうノーチャンス。うん、ある。ある。おー、悪くない。悪くない。残ってるのが、ボーナスの可能性が残ってるのは悪くない。まっちゃん、これ本当に勝っちゃうかもしれないよ。それは熱々だしな。ほら、もう6回倒してるの。え、回それいるいる、絶対いるよ。いる、うん、絶対いるって。絶対いるよ、それ。一回チェリーでね、チャンス役で倒したけど。なんか僕行きましたけど、何これ。あ、それチャンス目引いたでしょ。チャンス目引きました僕。これは外で、外チャンス目引いてたんじゃないですか。外外外外外、いや、そう、忘れてた。チャンス目ここ押さないとプレス。
ッシュするんだよね。こんなの見たことあったかな。ここ押さないとフラッシュしないんで。私ボーナスいきます。当たるんじゃない。いろいろ起こってないですか。いやそれ当たるよ。マリモさんはほぼいる。あ、ほら外出た外出た。マリモさんはもうほぼいるよ。これは定格チャンスの一発。え、マジっすか。一発ツボだ。なんかやらせっぽくなってないっすか。やばないっすか。6666 666。ほら勝った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 。よし、はい、月光の時聞かせて。いいですか。聞かせて、はい、いきますよ。やったー、いいね、来ました。知ってる、それは知ってます。びっくりした。まあ、僕だよ、2まではめちゃめちゃ打ってたんですよ。うわ、俺レギュラーでした。チェリーからレギュラー投資2000円。まっちゃん、はい、一発目の定格チャンス目だよ。もしかして設定1位なんかさっき見たら7パーしかなかったですよ。たまにあるんだよ、たまにあるけどな。ただ引きが強かっただけで、このだけは間違いない。まあ、高設定だってそんな簡単に入んないからね。そうです、定性格からなんて。いや今日は楽しい忍び魂実践になりそうだな。あー残念、私はダメでした。ちょっと何もできないまま50ゲーム何をやってんすか。もったいないじゃないですか。もったいないよね。ドゥドゥ、さあ2セット目。いや定格で2セット目は出てこねえ絶対。あそれマジで2セット出てきたらマジで5、6ですからね。わ、右の人も通常月光入れてる。偶数が多いんすかね。じゃあそもそも忍び魂、俺初めて来た店なんですけど、忍び魂に高設定とかありえる店なんですか。いや僕はガリノリっていうガチ番組で何度か来てますし、違う番組でも来てるんですけど、この機種が盛り上がってることはほぼないですね。あるのか。あ、そうですか。うん、たまたまかな。あ、当たってた。でもベルフリーズしやすい店であるのは間違いないよ。ベルフリーズしやすい店、はい、僕も初めて来てベルフリーズさせたんですよ。へえ。でその時隣の人もベルフリーズさせた。あ、ベルフリーズしやすい店だわ。でしょ、ベルフリーズしろってあります。誰だよ、しろって連れてきたやつ。あー、そうかそうか、動画見たことあるけど。そうだそうだ、そうなんですよね。ベルフリーズすると100ゲーム以上なんですよね。100、150、300だって。100、150、300で振り分けは150と300の振り分けが一緒っすわ。50、25、25。いやーちー、だから150が一番きつい、メンタル的に。それはあっちーだ。あれ、シンさん、シンさんの真似してる。シンさん、シンさん、いや、俺シンさん、シンさんは真似してないっす。その割には王位出さねえじゃん。王位出さないっすよ、シンさんの真似してないんで。あれ、あっちやつ、シンさんの商標登録だから。確かに、確かに言われてみれば。これは B？ それは B、 これは B、 了解でいいっす。中押して、でも狙ったら止まるのかもしれないけど、滑って止まったらだ B だよ。大体上台止まるから当たらないかな。チャンメチェリー B、 一番あれよ、期待できるのがチェリー B だよ、うん、ボーナス。じゃあこれピンクテンパっただけでもまあまあ熱いんすね。当たった、当たった、おめでとう。当たったよ。何色がどっちかだ、どっちかはリプレイ確率上がるんで、リプレイ連続自体も熱い。ああ、そういうことか、うん、頼む。よしよしよし。でこれでちょっといいな、おさらいしとこう。集団に、そう、あ、ビッグ、これで1角ってことですよね。そうそうそう、青1角、これいいっすね。これ綺麗、綺麗ちゃん。256ゲームですね。外しがですね、私8本、うん、8本でございます。ビッグ中なんですけども、これどういった抽選とかがされてるのか。音が鳴ったら右リールにビタ押しです、はい。何をですか。バーがくっついてるやつを、はい、クロバーをで中段、中段、クロバーを中段にビタ押しして、はい、でこの場合は左に黒、黒、はい、ここが白が光ったら白でいいですか。白、了解いたしました。中段に溜まった方のチェリーが、はい、左リールを入賞するんで、入賞するたびに128分の1で、はい、ARP 抽選。あ、これがダメだと。そしたらこれ2択をやればいい。それ2分の1、はい、これがダメだとじゃねえだろってねえよ。
おい、いやいや、見せとかないと。なんだなんだおい、見せとかないといけない部分もあるじゃないですか。見倒しできないくんかおい。いやいやいや、何をおっしゃいます。中年は心の余裕が大事だってさ。そんなね、そんなね、すごいじゃないですか。僕は初めてだし、そのね、てめえどっちかにしろやってめえよ。どっちかできたりできなかったり、おーさまいさまい言うんだったらちょっとやめよおいてめえよ。すごい余裕なさすぎじゃないですか。見倒しに関しては厳しいんだよ中年。何今の。だってほら目押し世代じゃん。そうだよ、いくらそのね、余裕があるってここはちゃんとやりたいじゃん、うん、そうだよ。すげえ嫌なんですけど今真ん中で打つこと。何が何が、これピザ失敗したらまた言われるわけでしょこれ。そりゃそうでしょ、俺らじゃめっちゃ嫌だな今の。俺らだってノーミスでやるっていう約束でしょうが。それは言ってないじゃん、聞いてないよそれは。後立ちじゃんけないでしょうよ。俺はもう忍び魂来た時点で約束でしょうが。いやそれ知らないよ。ちなみに、ちなみに左からオフと 75% だから。あそうなんすね、一律でだから 75% 下回るようなら。左はどこ押すんですか。でも適当でいいと思う。あチェリーそうなんすね、どっちかのチェリー、うん、おや大丈夫ですよ。4回にやったら5回に1回にするぐらいだったら、うん、ああそういうことですね。まだいいかな、今のところ逆押ししてた方がいい。これああそことか、増えてけばチャンス。変えるまでいったらあたりだよ。あれですね、うん、踏襲してるんだ。次がじいちゃん基本。今のピタしたもので抽選をしてるってことで大丈夫でしょうか。そうどうす、目を返しました。言ったじゃないかってめ、128メートル行って毎回抽選してるって言ったじゃないか。抽選チェリーが入賞したら1回ごとに128分の1。すみません、さっきちょっと失敗したことがね、相当メンタル崩壊しまして。気にすんな、うん、本当にちょっとありしました。見倒しの1回や2回気にすんな。そうですよね、あいつやばいかもしれない。そうそう、楽しんでけって言って俺に言っときながらすげえ攻めてきて、今になったらこうですよ。しかもその入れ替わるタイミングが早すぎる。二面相っすよ。ちょっと怖いんだけど。二面相二重人格やばいよですよ、ね、早すぎるよ。おかしい話だよな今の。俺がちょっとこうなっちゃってんだもん今もう。ちょっともう緊張しちゃってんだもん。おいおい、いやでも取れてっからいいよ。そう取れてますから、取れてるからいいよ。あれ今それパリってなってなかった。多分今取れたよ、ね、今多分。あ今そうなんだ、ごめんなさい。チェリー狙わないで多分 75% だと思う。あそういうことか。え確か今ちょっとチェリー、そっか枚数は出るから。そうそう、そっか多分関係ない。いやまあ次はちゃんとやりますよ、もうもう大丈夫ですね。十押しなんてやっぱりしないけどよくわかんないよ。やったことない。そうなんですよね、もうちょっと今わかんなかったです。普通に煽りなのかなと思ったら違ったんですね。おめえは見逃してるだけだろこの野郎。おおめえは見逃してるだけなんだよこの野郎。めちゃくちゃチャリンパしてるじゃねえか。そうだよ、すげえやだこの機種。ビッグ行きたくなくなってんじゃない。すげえやだ。言われんだったら真ん中でさあんま増えないから。やだよ。まあでもまあまあ大丈夫、次はちゃんと気合い入れていきます。でちなみにこのヨシパスは何が、あの設定したんだと思うんですけど、まあそういうのだけど。了解しました。何も出ないよ。了解です。ここは出玉の共有とかダメなゾーンだ。そうなんですよね、ダメなゾーン。だから6が入ってんじゃない。丸山さん6っすもんね今のところ。ここ入っちゃいましたからね、性格出てる。あらちなみにですけど、先生たち、あーワンリーのビッグ確定イエース。わお、このビッグ5は合格確定でよろしいでしょうか。はい、50ゲーム合格確定です。あ、初代と一緒よ、初代と一緒よ。50ゲームちゃんと見とけよ。目押しってのはどういうもんか見せてやった。そうだー、 ありがとうございます。ほら、こういうことだよ。うおい、おいおいって、見直し一回っすよ今。ガッツくだなんかそれ。一回っすよ丸山さん。なんだ見直し。一緒に日暮らしの番組出た時めっちゃ失敗してたじゃないですか。お互いね、お互い緊張しすぎて。ね、仲間がいたと思って嬉しかったよ。あれやばかったっすよね、あの緊張感。お前決勝出てみろ。あれキャスティングミス、地獄だ。キャスティングミスですわ、キャスティングミス。でもまあまあ、うますぎましたからね。あの人、ピスタチオ田中君と哲さんはちょっと異次元だったね。ほえプレッシャー感じないのかなっていう。それが楽しいって言ってましたね。だってだって50連続ぐらいでビターしてたよね。すごい、ほぼいい。そっか、合格後のチャンス目でした、ね、あ、また B だ。ああいいじゃんいいじゃん、任務開始じゃん。
はい、1万円簡単に言うな早い、はい、1万円早いなあ、まあまあそうだよな、 A プラス ART だからそうなりますわな、ポイントは別に ね、 ねいいわけでもないし、レギュラー一発しか聞いてないし、 あれ勝つんじゃない、おお、ゼロ、え、それ何も引いてないじゃん、思ったんですか、俺、いやいや、引いた引いた、あ、引いたのか、びっくりした、でもこれ当たるよ、さ何も引いてないじゃん、思ったんですか、激アツこの1中に当たったやつ、ボーナス、ボーナス、ボーナス、俺目押しミスったって、ボーナスってあの人ボーナス察知してねえってこと、え、何がミスってました、連続エース見終わってからボーナスって言いましたけど、いや、ボーナス知ってましたか、いやいやいや、バリボーさん今失敗してましたよ、おかしいって、だってこう、だってこれ連続エース勝つじゃない、勝つじゃないって言ってるってことは、いやいや、失敗してました、もう残るところは月光、だってそう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 、ボーナスだから、だってチェリーで行ったからボーナスってしかボーナスしかないじゃん、何言ってるじゃあなぜそうやってずっと見ちゃうんですか、失敗してました、見たかったこと、なに、なに、なに、最速で揃えるって言ってたじゃないですか、さっきボーナス最速作成順を教えたじゃないですか、俺に朝カメラが一目出たくせに見せられるみたいな僕やってたのに、確かに、いや自分でだって揃えないじゃないですか、そうそう、だって何が、だってガメラのこと言ってたじゃないですかリーチ目出た後にもう勝つって分かってるエース見せられるみたいな、ガメラリーチ目出てんのにさ、ガメラ負けて逆転したりするから、ね、いやそれで同じことやってるんでしょ、そうそうそう、今今ボーナス立ってるって自分で気づけたのに、マリモさんがつまらないこと、何腕組みしてるの、何がお前、俺ボーナス、いや引いてますから、引いてますから、引いてますから、忍び魂楽しんでんだから、何が何腕組みしてんですか、いや悪くはないっすよこれが見たかったな、うわーダメだよ、それが出したかったから、まあ、白状するよ、うん、左の目押しミスってました、連続エース中いくらでも出せたでしょう、それ、あ、そういうことはピンクボーナスは必ず滑ってくる感じですか、そうビッグはちゃんと目押しすると必ず1角出る、リプレイとか立ってたの、立ってたんですね、立ってたの、じゃあしょうがない、リプレイ立ってたんだったらしょうがない、あ、右側のランダムな滑りが発生しました、何ですかランダムな、それは何ですかえ、これランダム滑りで板押しを無効にされるの、初めて聞いたけど、ランダム滑り、本当ですか、ランダムに滑る、ランダムに滑る、失敗じゃなくて、じゃあランダム滑り、ランダム目押しじゃなくてじゃあランダム滑り、ランダム目押し、中谷さんもよく言うじゃん、古いだよ、あ、ランダム目押し、ランダムなんでですか、ランダム滑りに失敗されたんですか、なんだランダム滑りだった、もう2回目だよ、2回目でやりやがったよ、もう、どいつもこいつも、僕にあれだけ言って、何、中年の目押し解くと見ようなんて言っときながら、そうそう、中年は目押しだけは見せちゃダメだから、ランダム滑り僕またあると思いますんで、お願いします、しょうがねえな、俺がやるしかねえな、じゃあ投資1万2374ゲームでビッグボーナスです、チャンス目から、ほら、だランダム滑り発生したかったらちゃんとできるから、ランダム滑りマジで言ってるの、絶対下におっしゃってるやつでしょ絶対そうだよ、絶対そうなんだから、そんなフラグないから、ランダム滑りとかいや、あると思うよ、代表だし、5号機は1フラグに対してあの制御1個しか設けられないからまずほら、また始まったランダム滑り、そういう規制だから、やったー、ワンコクジョン、これが見た成功してたと、今とは 100% で、何が今とは 100% 全然押せねえじゃねえかよ、俺がやっておりますよ、もうそういうことで、ね、押せねえじゃねえか、チェリー、AB どっちか、ダメだ、ビタったら128分の1ね、だ120分の1だったから、128分の1、そのぐらいで、クリスティーに128だろ、いやーちょっと鳴らしまくるしかない、もうだから別に、でも通常時のビッグのビタ押しはおまけ程度っすわ、ホントは、でもたまに入るから嬉しいんだよ、そうっすね、忘れた頃にやってくるんだな、だからあのもう本番は ART 中、暁だけじゃなくて、うん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 、ART 中のビッグも、あ、やめやめやめ、俺気づかなかった、何やってんだよ、ポイントもらえた、ポイントもらえたから 75% で、何やってんだよ、おいおい、何だったの、マリオさん、え、落ちたでしょ、落ちた、ランダム滑りした、あったでしょ、いやいや、あったあったあった、ランダム滑りした、ランダム滑りあるんだよ、ないよ、マジで、ないでしょ、したでしょ、今、絶対聞いて、ちょっと聞いて、
俺が目押しにするわけないじゃん。いや確かに、でしょ、まあ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 、確かに、だったら制御のせいじゃん。確かに確かに制御の…ダイトタティ、それはあの目を合わせて言えるんですか。確かに確かに言える、言える、言える、出るもん。確かに4385だからなんだよ4385だから。違うよ、そんなことじゃないよ。4385ね、4385別にどうでもいいだろ。俺がで一発ミスしただからってね、クローバーを上段に止めるのは、クローバーを上段に止めるのは目押しミス。だってもうミスってんじゃん。だってそうそうそう、下に止まってるってことは滑って可能性ある。そうそうそう、これで滑りは出てる。そう、それはもうさ、それはもうだってここで止めてる確定じゃん。そう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 、ここで滑ってる。で下段に白が止まったらもうもう、そうそうそう、ランダム滑りじゃねえよ。下に落ちてんだよ。でも上はもう速いの確定してる。そうそうそう、確かに。じっちゃった、じっちゃった。だってリールが戻ることはないんだから。うん、リールは戻らない。そうそうそう、了解しましたよ。リールと戸籍謄本は戻らないから。うわ、離婚してるから一回バッツイッツから。そう、戻らないから、マジで戻らないね、戻らないね。後ろさん、巻き物みたいになったら出すから出すから気が引けるっつって。一枚じゃ済まないって。そうそうそう、あの修正ペンでやるとかじゃないから、ね、バッツ消すとかじゃないから。俺まだ1枚で済んでるから後ろさん1枚じゃまだ済まないらしいから。やっぱプロフェッショナルいるね、どの世界にも。やったー、うわすげえ、すげえ、すげえ、まあ、すげえ、ブースっぽい、めっちゃ楽しそう。マジで終わらないでくださいね、お願いしますよ。おいた、おいた、このまま15ゲーム、おいー、やったー、ナイスナイスナイス、ツボー、数年ぶりの結婚の時でございます。あ、聞こえた、かからない、かからない、大大失速出た。もうということは900ポイント以上だっけ、はい、もうほぼほぼもうあと1本、次のボーナスでワンチャンある。